村山和子作品集よりのんきなお医者さん犬さんが病気になりましたお医者さんのうさぎさんのところへ行って診察してもらいましたうさぎさんは犬さんのお腹を診察いたしましたけれどもどこも悪くはないのでした犬さんは そんなはずはないと言いました。うさぎさんはもう一度よく診察いたしました。そして、どこも悪くないからお帰りなさいと言いました。犬さんはどこも悪くないのにどうしてこんなに苦しいんだろうと思いながらおうちに帰ってきました。そして、 その晩にはとても高い熱が出て苦しくて我慢ができないようになりました。犬さんはうさぎさんに応診してもらってまた見てもらいました。うさぎさんは大変高い熱が出ているけれどもどこも悪いところはないと言いました。犬さんは熱で怒りっぽくなっていましたので このバカのやぶい者めえと怒鳴りつけました。すると、ウサギさんも黙っていません。よくもやぶい者とおっしゃったね。許しちゃおけません。と怒鳴り返しました。この大声を聞いて、隣の牛さんがやってきました。まあまあ、喧嘩をなさらないで。 落ち着いてください。と、なだめました。牛さんは犬さんの言うことを聞いて、尋ねました。犬さん、一体あなたは体のどこが悪いんですか犬さんは頭が痛いんだと答えました。それを聞いたお医者のうさぎさんは、頭が痛いのなら、 なぜ頭が痛いと言わないんですか私はお腹が悪いんだと思ってお腹ばかり診察していたのに。いくら私が上手なお医者だってお腹を診察して頭の病気がわかるはずはない。そうではありませんか牛さん。と言いました。牛さんはおかしくてたまらなくなってクスクス笑いました。 うさぎさんも犬さんもついおかしくなってくすくす笑いだしておしまいにはみな一緒に大笑いしてしまいましたそして犬さんは頭の痛い,いのが治ってしまいました蜂と熊一匹の子熊が森の中から のこのこと日当たりのいい野原に出てきて倒れていた丸太の上に腰を下ろしてうれしそうにふふんと笑いました小グは懐から蜂蜜を入れた壺を取り出して指でしゃくってちびちびなめ始めましたいつ食べてもうまいのは蜂蜜だ蜂蜜に限る甘くて でおいしくって」とひとりごとをいいながらせっせとなめておりましたするとそこへいっぴきのミツバチがブーンととんできてこぐまのぼうしのまわりをぐるぐるまいながらいいました「こぐまさんぼくはほんとにはらがたってたまらないよ」「なにがはらがたつんだ?」 僕は何にも君に悪いことなんかした覚えはないよ。とこぐまはやっぱり蜜を食べながら答えました。するとバチは。だって君考えてみたまえ。君は僕たちが長い間苦労してためた蜜をそれこそベロベロと見ているうちになめちまうんだもの。これくらい腹の立つことはないよ。 はねをふるわせていいました。こぐまはこういわれてみるとなんだかハチにきのどくなようなきもちになりました。そこでハチくんそんなにおこらないでくれ。そのかわりにぼくはきみをいいところへつれてってあげよう。といって小グはハチをはなのいっぱいさいている。 誰もしらないたにまへつれていってやりました「ぎっこんばったん」ギッコンバッタン「ぎっこんばったんあがったあがった」「ぎっこんばったんさがったさがった」ギッコンバッタン「ぎっこんばったんそらそらあたしをぎっこんばったん」 「今度は僕だよ」ッコンバッタン「ぎっこんばったん」「はくこがぬと」「ぎっこんばったん」「米つきバッタに笑われる」「おやかんとお鍋とフライパンの喧嘩。か」「おやかんグツグツお鍋はグタグタ」 フラ,イパンはフライパンはピチチリピチチリグツグツグタグタピチチリピチチリおやかんピカピカお鍋もピカピカフライパンはフライパンは真っ黒黒黒グツグツグタグタピチチリピチチリ おやかんクスクスお鍋もクスクスフライパンはフライパンは怒って怒ってピチッチリ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 ,チッチリおやかんも負けずにお鍋も負けずにフライパンもフライパンも負け負け負けずにグッズパクぐグタッグタ ピチッチリピチッチリおやかんもまっくろおなべもまっくろフライパンもフライパンもこげこげこげついてパチッチリシュッシュッパチッチリシュッシュッもしもあめのかわりに。 もしも雨の代わりに猫だの犬だのネズミだのが降ってきたらまあどんなにおかしいでしょうねそしてそれが幾日も幾日も降り続けたらまあ世界中は猫だらけ犬だらけネズミだらけになるでしょうね みみずくさんみみずくさんは散歩に出かけました。のそりのそりと。みみずくさんはお池の水を飲みました。ごくりごくりと。みみずくさんはメガネを落としました。どんぶりこ ミミズクさんはメガネを取りに水へ入りました。じゃぶ、じゃぶっと。ミミズクさんは体じゅうぬれました。びっしょびしょに。ミミズクさんはくしゃみが出ました。はっくしゃいと。ミミズクさんは散歩をやめて。 かえりましたのそりのそりっとミミズクさんはいまでもメガネがありませんきょろきょろとカエルさんとコオロギさんあるところに 学者で禁眼でそそっかしいカエルさんがありました。毎日高い木の枝に腰掛けて四方を見回して何かを探している様子です。それを草の葉の陰でせっせと縫い物をしていたコオロギさんが見つけました。カエルさん、毎日お暑いですね。 そんなに高いところにいらっしゃらないで、この涼しい草の葉の影へいらっしゃい。とコオロギさんが言いました。コオロギさん、ありがとう。けれども私はここにいなければなりません。なぜといえば、もう秋でしょもう着物をこしらえなければなりません。けれども私は、 んででうことができませんそれで毎日誰か縫ってくれそうな人が通らないかと見ているのですこれを聞いてコオロギさんは大笑いしましたまああなたは何という禁眼でしょう私は仕立て屋で毎日ここで着物を縫っていましたのに カエルさんは生まれつき色が青かったのですが、この時ばかりは赤くなりました。そして、まあ、それはよかった。なんという嬉しいことだろう。と言って、そそっかしいカエルさんは高い木の枝からポンと土の上へ飛び降りました。ところが、 大変なことになりました。肝心の反物を木の枝の穴の中へ置いてきましたから、カエルさんは慌てて木に登ろうとしましたので、つる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 と滑って、どうしても登ることができません。すると、それを見て、親切なコオロギさんは言いました。カエルさん、 私の足に綱をつけて上へ引っ張り上げてください。すぐ取ってきておあげしますから。そこでカエルさんはコオロギさんの足に綱をつけて木に登ってもらいました。コオロギさんはこうして反物を取ってきて、早速立派に縫ってあげました。 カエルさんはどんなにうれしかったでしょうそれをきてきねんのためにコオロギさんといっしょにしゃしんをうつしましたそれをわたしはもっていますみたいかたはわたしのうちへあそびにおいでなさいけがをしたおおかぜくん 今日は、大風くんは、大変いいご機嫌でした。ヒュー、ヒュー、ヒュー。これが、大風くんの歌です。ヒュー、ヒュー、ヒュー。何かいたずらをしてやろう。大風くんは飛んで行って、子供の帽子を吹き飛ばしました。ピュー、コロ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 と。 ぼうしはとんでゆきました。ぼくのぼうしがとばされた。だれかつかまえて。と、こどもはおおごえでいいましたが、野原のはらのまんなかでだれもいません。おもしろいおもしろい。ひゅうひゅうひゅう。おおかぜくんはのはらをこえ、たんぼをこえて、やまのほうにふいてゆきました。 すると山のふもとに小さな小さな羊の子が草を食べていました。いやあ小さいやつだな。ひとつふきとばしてやれ。ヒューヒューヒュー。羊の子はピューコロコロコロっとふきとばされて大風くんが通りすぎてしまうまで どうしても起き上がることができませんでした。おもしろいおもしろい。ひゅうひゅうひゅう。大風くんは山を越えて町の方へ吹いて行きました。おもしろいおもしろい。僕がひゅうっと吹けば何でもかんでも吹き飛ばされてしまう。町でも何でも。 すぐふきとばしてしまうぞ。ヒューヒューヒュー。まちのいりぐちにおおきないしのへいがたっていました。ヒューヒューヒュー。おやおやこれはすこしつよそうだぞ。だがぼくがふけばすぐふきとばされてしまうさ。それゆけ。ヒューヒューヒュー。 大風くんはうんと力を入れてふきました。だが石の兵はびくともしません。ヒュうヒュうヒュー。こいつは生意気なやつだ。よし今度こそふきとばしてくれるぞ。おおかぜくんは生まれてからまだ出したことのないような力を出してふきました。 だが、どうしたことでしょう。石の兵はびくともしません。どこを風が吹くかという顔をして、平気で立っています。大風くんはすっかり腹を立てました。体中に力を入れて頭を下げて、ビューっとばかり石の兵に突貫しました。ビューっと。 ビューッ大風くんの頭には大きなこぶができ鼻も膝もすりむけましただがどうしたことでしょう石の平はびくともしません大風くんは尻もちをついたまま考えました今日は 僕は少し頭がどうかしているらしい。もういたずらはやめよう。そこで立ち上がって青い海の方へ帰って行きました。波の上でぐっすり眠って明日の朝目が覚めた時は大風くんは静かなおとなしい春風くんになっていました。そよそよ。 そよそよと海の上を歩きましたかさをかしてあげたアヒルさんあるところにアヒルさんがいました朝起きると雨が降っていました「アヒルさんアヒルさん」と外から誰かが呼びました 窓から外を見ると雨にぬれてお友達のニワトリさんが立っていました。何の用あのね私お使いに行くのに傘をなくしたから傘を貸してくださいなとニワトリさんは言いましたアヒルさんは大変親切なアヒルさんでしたから貸してあげますから。 待っていていいくださいと言ってお母さんのところへ行きましたお母さんはお台所で働いていましたお母さんニワトリさんが傘を貸してくださいってとアヒルさんは言いましたおうちにはお母さんのが一本しかありませんから貸したらお母さんが困りますから お母さんは言いました。あひるさんは大変悲しゅうございました。そして窓のところへ行って、ニワトリさん、うちには一本しきゃないんだって、と言いました。ニワトリさんは目に涙をためてじっとしていました。あひるさんはまたお母さんのところへ行きました。 だって、ニワトリさんは、傘がいるんですって。と言いました。さあ、そんなことをぐずぐず言っていると、学校が遅れますよ。さあ、学校へいらっしゃい。と、お母さんはおっしゃいました。ああ、私が大人だったら、雨に濡れて外で待っているかわいそうなニワトリさんに、 傘を貸してあげるのに。と思うと、アヒルさんは、とのかげで、悲しくて、羽がびっしょり濡れるくらい、涙をこぼしました。お母さんは、アヒルさんが泣いているのを見つけました。そして、お母さんは、自分の子供の時のことを思い出して、アヒルさんの心配が、大変よくわかりましたので、 こうお,っしゃいましたお母さんは今日はどこへも出かけないことにしましたさあこの傘を鶏さんに貸しておあげなさいアヒルさんはどんなにうれしかったでしょう鶏さんにすぐに傘を貸してあげましたあくる日鶏さんは そうしてうみたてのたまご100もんめをおれいにもってきてくれましたおかあさんはあひるさんにそれでおいしいオムレツをつくってくださいましたみみながさんとあひるさんあるあさのことです 耳長さんが一人でランニングのお稽古をしておりますと、一匹のアヒルさんがそばへやってきました。とてもずるい小さな真っ白いアヒルさんです。そして耳長さんに言いますのに、僕、とても面白い遊びを知ってんだよ。そこで耳長さんは、 気が弱いのに何でも知りたがる癖があるので、早速その話に乗って、目を丸くして言いました。何面白い遊びボタン遊びさ。と、アヒルさんがもったいぶって答えました。ボタン遊びって、ぼく知らないよ。教えてね。と、耳長さんは、 アヒルさんの手を引っ張りました。とても優しいの。そして勝った方がボタンをもらえるの。とアヒルさんはボタン遊びを耳長さんに話してやりました。耳長さんはすぐ勝てるような気がしました。そして山ほど勝ったボタンを持って帰ったら、 お母さんがどんなに喜ぶだろうと思いました。いいいくくつおからってればのと耳長さんが聞きましたらアヒルさんはうちから取ってこなくたってほらここにあるじゃないかと言って耳長さんの洋服についているボタンを引きちぎりました。耳長さんはなるほど。 いい考えだと思って大喜びでそれを出して遊びましたが負けてしまいました耳長さんはがっかりしました今度はきっと君が勝つよとアヒルさんが言いますので耳長さんはまたその気になってボタンをちぎって出しましたそして着物についているボタンは 一つ残らず負けてしまいました。アヒルさんは勝ったボタンをザラザラとポケットに入れて、グッドバイバイと言って飛んでってしまいました。おうちへ帰りましたら、耳長さんは散々んんにお母さんに叱られました。早くベッド行っておやすみ。 母さんがボタンをつけておいてあげますから。なんてお前さんはおばかさんだろ。う。明日学校の先生にそうお話ししなくちゃなりません。耳長さんは心配でたまりません。お母さんは明日学校に行くと言っているのですから。悲しくてピーピー泣いていました。その声を聞いて、 ずるいアヒルさんが窓の外からのぞきこんであかんべえをいたしました耳長さんはベッドの中へ潜りこんで涙だらけになって決心しましたもうあんなつまらないことはしまいとそれからは耳長さんはアヒルさんに出会っても決して 相手になりませんでした。